Thank you.
ない。Thank you.
スイッチ。了解、スイッチよろしく。覚悟しなさい。えい、一緒に攻撃だよ。やあ、よし、はっ、
アップしたわ。Thank you.
何？どうなんだろう。私もパーティーを組むわけじゃないから。どうだろう。私が知っている限り、そもそもあの人たちはどこかの拠点に帰ってるかな。そうなんだけど、まあ、わかった。でも気をいきなり攻撃してくる人もいるかもしれないから。よし。
されたんだ、キリト。ちょっと待っててくれる？そうじゃないの。とにかくちょっと待ってて。変な顔しているのよ。状態異常系の毒物なんて入れてないわよ。だったら何を。手伝ってもらうんだから、これくらいのもてなしは当然よ。ただし今日はお茶の分まで働いてもらうからね。なんでもない。ただね、こんな毎日も楽しいなって思っただ。それじゃあ改めてスキル上げに付き合ってもらうわよ。でもまだまだね。今作ったこの武器も以前の私なら売り物にしないレベル。じゃあキリトはこの武器を使いたい？命のかかった戦いの時に。でしょ？だからまだまだなの。私はキリトの剣を作りたいのよ。それはあんたの戦力が上がれば攻略も進みやすくなるでしょ。結果的にアインクラッドのみんなのためになるってわけよ。
ったね。Thank you.
さか本当にやってきてくれると。見ず知らずの人のために武器を強化してくるようなお人よしがいるなんて信じる方が難しいわよ。普通なら武器を強化するって言って預かった武器を持ち逃げしてそのままおさらばっていうのを疑うわね。それはあんたが底なしのお人よしっていうのがよく、まあありがとう、大切に使わせて。そう言われても私だってそんなに詳しいわけじゃないし、ないけど。もう分かった、教えてあげるって。まずはここに来た経緯なんだけど、私もあんたと同じように気づいたらホローエリアに飛ばされていたんだ。でも手に文様は出たりしなかったし、もちろん管理区にも来られなかった。だから休む時はダンジョンの安全地帯で寝ていたの。安全地帯にいられた時はまだマシだったかな。この前ここにいる人たちはいきなり攻撃してくるようなやつもいるって言ったでしょ。ある時私が安全地帯で休憩しようとしたら近くから話し声が聞こえたので、声のする方に近づいてみたら一人のプレイヤーを大勢のプレイヤーが囲んで、その…しかもあれは相当慣れている感じだった。それで安全地帯はモンスターの襲撃は防げるけど悪質なプレイヤーの襲撃は防げないってことに気づいたの。それからはろくに睡眠も取らず他のプレイヤーと、そんな時にあんたと出会ったの。でもあの時は悪かったね。あんたが来てくれたおかげで管理区っていう県内で休みが取れるようになったし、それに武器の強化とかもしてもらったし、その感謝しているってことよ。はい、もうこれで私の話は終わり。なくて、今度は私の方からあんたに聞きたいことがあるんだけど。じゃあさ、あんたはどうしてオレンジの私に構う？
それだけの理由で？あ、おかしいとかそういうんじゃなくて、逆に安心したっていうか、ほら、私はずっとここで変な奴らに囲まれていたから、ようやくまともな人に会えてほっとした。もう十分よ。ありがとうね。うん。またね。よろしくね、キリト。